ネットで競馬ネット競馬皆さんこんにちはキャプテン渡辺です本日はこれを言えば競馬通と周りに思われるそんな言葉を皆さんにいくつか紹介していきたいと思いますこの動画を見ている方の中にはああ俺も言ったことあるなそれというような言葉が出てくるかもしれませんが、えー、初心者の方はねこの言葉を言ってあ、こいつ分かってんじゃん とかねえー、上司の方なんかに思われるように頑張ってくださいそれでは早速一つ目の言葉ですこれはレースで外れて負けた後の一言分かっていた。まあ「分かっていた」なら当たってるだろうっていう話なんですが。 まあそここままできついいが入ることはございません、はいえー、分かっていたと言っておけばあ俺は本当は分かってたんだけどなと自分のプライドも保たれることでしょう。類義語の中に「取れたな」っていうのもありますね。はい、まあ言いますよね。そしてもう一つ「そっちか」とかありますね、えー。どっちなんだっていう話なんですが、えー、この3つ、えー、よく使われます、えー。皆さんも自然なタイミングで使ってみてください。 続きまして2つ目の言葉はこちらになりますこちらもレースで負けた後の一言最後に切っちゃった知らねえよと、まあ、なりますけどねはいしかしこれはよく言いますよね最後の最後まで俺の回目の候補には残っていたんだとどうしても伝えたいこれをねはいもう私はもう 本当に小指ぐらいまでは的中に引っかかっていたんだとそれを伝えたいという気持ちがね、えー、非常にこの言葉には表れていますね、えー、皆さんもぜひですね外れたあとは、えー、本当は一番最初に切っていても最後に切っちゃったと言ってみてください。続きまして3つ目「前奏本命だった」。 はいえー、こちらは、まあ、穴で決まってその穴馬を前奏本命だった時に、まあ、言う言葉なんですが、えー、だから何なんだっていうことなんですけど、まあ、その、ね、穴を前奏で本命にしていたぐらい俺はもう,もうセンス分かっているんだとそういうことを伝えたいというかただ犬死にしたわけじゃないよっていうもうただの犬死にではないこれはもう、まあ、当たりではないけども。 ただその辺の親父の負けとは違うよっていうこれを伝えたいっていうことですね、はいえー、まあ大体もう全員に無視されますけどこれ何を言ったところで一応何て言うんですかねただで死ぬなっていうことを僕は皆さんには伝えたいですねただなんか黙っててもしょうがないと「俺は前奏本命だったんだよ」って必ず伝えてください続きまして 4つ目入れてんのになぁこれはですねあのレースが、まあ、2着か3着に超大穴が来てで、まあ、自分は外したんですけどこの超大穴みんなが買えないよみんなはこれを買ってなくて外れてるわけですよ、ね。でも自分はこの超大穴は入れてるのに外れたっていう時に使うものなんですね。 入れれててんんよこれは、なんつってね。それはねその3連単でね12点ぐらい買ってたら入れてることもあるんですけどそこには目をつぶりましょうよ。まあ、蝶はな俺は買ってるるんんだだよ、よよ入れててな、分かってよっていうそういう気持ちでちょっと使ってほしいですね。あの一度僕の知人がですねあの僕がもうこの蝶をあの買えなくてこれは買えないよなんて言ってたらまあ俺は入れてるけどね。 みたいな感じで言われたんですけど入れててそいつは外れてるんですよいやお前も外れてるだろうっていうね外れたもうどうもう外れたものっていうのは何て言うんですかね等しく平等というかただの外れじゃないですか外れた者同士の、まあ、マウントの取り合いというかね確かにちょっと敗北感ありましたからね同じ外れそいつも負けてんのに同じ外れなのに若干の敗北感が残るので是非皆さんはね 何、あのー、だったら最悪、あのー、入れてなくてもね入れてたけどなって言うと負けの中の勝ちみたいにはなれるかもしれませんねぜひ使ってみてください続きまして5つ目の言葉です2万負けまで戻したこれはね 言えたら本当にちょっと一人前ですねなかなかこれ言ったことない人すらいるんじゃないかとまあ聞いたことはあるけど自分では言ったことがないっていう人もいるかもしれませんね。えー、状況としてはまあ例えば朝の1レースから勝負して途中で8万負けぐらいまで行ってメイン最終あたりで2万負けぐらいまでになったとそういう時に「いや2万負けまで戻したよ」っていうふうに使うんですけど。 果たして戻ったのかっていう問題がありますね、まあ、も戻ったっていうのはチャラなことを指すと思うんですよね普通二万負けまで戻したという非常に不可思議なもうギャンブル界競馬界でしか出てこないような言葉ですがこれを言えるようになったらあこいつはちょっと歴戦の猛者だなと、えー、周りからこれ間違いなく一目置かれると思いますぜひね使ってください 続きましててつ目の言葉副将なら取ってた、まあこれはね、あのーまあ、単勝で勝ってる人とか、まあね、下手したら生まれんで流してるようなね本命馬をから生まれんで流してるような人が、あのーまあ、外れて相手が外れるとか、ね、その馬が2着3着で負けた時とかに、ねえー、よく言う言葉ですがまあもう知らねえよの。 極、えー、と言ってももいいかもしれませんねはただのはれですからね、はい、ただ皆さんはねやはり先ほどもちょっと言ったかもしれませんが、まあ、こういう言葉はね最後っぺのような気持ちで、ね、その辺の上司とか友達とかその辺のおっさんにも言ってもいいかもしれませんね。なって言ってみてください。 それでは皆さん本日はお付き合いいただきありがとうございました、えー、本日お伝えした言葉は全て外れた時に言う言葉ですが、えー、皆さんはまるで当たったかのように当てた人かのように言ってくださいそれがコツです皆さんの実りある幸せな競馬人生をお祈りしております ご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録高評価もよろしくお願いします